自動車業界の気になるニュースを管理人目線でピックアップ、満足ニュースをお伝えします。記事はすべて日刊自動車新聞さんの電子版から、許可を得て引用しています。今回気になった記事はこちら。まずは6月23日の記事ですね。トヨタ新型アルファードベルファイアで先行受注を廃止、販売台数の平準化で安定供給へという記事です。トヨタ自動車は新型アルファードベルファイアで発売前日まで系列ディーラーで受け付けていた先行受注を廃止したと。これまで発売の1ヶ月前から受注が可能だったと。新型では発売後に受注活動を開始する方法に改めるとともに、年間生産計画の約10万台以上の受注を積み上げないようにするということです。メーカーの供給量に合わせた受注活動を行うことで、発売直後に集中する受注の山を引き下げると。これによりモデルサイクル全体で販売台数を平準化することで安定した車両供給につなげる狙いだと。新型アルファードとベルファイアの月間販売目標は8500台で、先代モデルを発売した2015年当時の目標値7000台に比べ1500台多い計画となると。ただ当時はそれぞれトヨペット店、ネッツ店の専売車種であり、全車種全店舗併売がスタートした2020年の販売実績は月平均で1万台を上回っていたと。バカ売れしてたってことですよね。2021年、22年は半導体不足に起因する生産減もあって、販売台数は大きく落ち込んだほか、全面改良を見据えて先代モデルの受注も早期に停止していたと。この影響もあり、新車不足で中古車の相場が急騰し、一部の中古車販売店では新車価格を上回る逆転現象も見られたと。まあこれはね、記憶も新しいところだと思います。国内営業担当者は、新型車への期待値の高さは十分理解しているが、モデルチェンジ後の高い需要に応えるだけの数をいきなり揃えることは難しいと話すと。このため新型車では供給量が限られる中で受注枠を設定すると。トヨタは系列ディーラー各社の保有規模やこれまでの受注実績などを勘案し、年間の受注規模を設定したと。まあ、反社によって、あなたのところは、アルファード何台、ベルファイア何台ねと、トヨタの方から、設定しているということですね。ただアルファードは人気車種だけに、新型車は早期に、受注の上限に達する見通しと。新たな施策では、受注を無秩序に積み上げることで起こる納期の長期化を回避できる利点はあるものの、ディーラー各社によっては売りたくても売れない状況で、顧客対応を強いられることになると。トヨタの供給台数に応じて受注枠を設ける取り組みはレクサスの新型 RX などで先行していると。アルファードベルファイアについても受注上限を設定することで、年間10万台の高い生産規模を安定的に継続したいというメーカー側の思惑がある。モデルサイクルを通して1台1台を丁寧に販売していくためには、メーカーと販売店が協力して取り組む必要がありそうだという記事です。まあ私もね、新型ベルファイア、契約はしてきたもののですね、やはり、ディーラーさん、販社さんでの、受注枠というのが決まっているそうで、私の、お世話になっているところでは抽選という形になりました。ただ抽選に漏れたから買えないというわけではなく、やはりこの1年で、10万台を超えないようにするというふうにあるように、抽選に漏れた方は順次その翌年以降、2024年8月以降の納車になるということで、まあ、納車というか生産ですかね、その枠を1年分使い切っちゃったら翌年の生産枠に入るということで、買えないわけじゃないけど納期が1年後になるよという、契約をしてきました。なので、受かるといいなと思ってはいるんですが、まあ、皆さんのね、反社でそれぞれ対応は違ったと思います。先着順でも締め切っちゃうところとかもあったみたいですし、まあ抽選でもすでに抽選が締め切っているというところもあるみたいですが、お世話になっている反社さんではまだ、発注ができるということで、本当にね、締め切りが遅いんで、他の反社よりも受注量が多いと抽選の当選倍率が下がるなということで、本当に買えんのかというか、多分抽選当たんないんじゃないかなという気もしてるんですが、まあその辺はね、受注枠によって反社はそれぞれ対応が違うということで、まあ先着順で買えた人は良かったなっていうところですね。続きましても、6月23日アルベルの記事ですね。トヨタアルファードベルファイアの下取り資金を支援、1台あたり最大25万円補填、人気車種の仕入れ支援で中古車事業を強化という記事ですね。トヨタ自動車はアルファードベルファイアの下取り強化に向け、販売店へ、資金支援に乗り出すと。1台あたり最大25万円を補填し、中古車専業店や、買取専門店と遜色のない、下取り額を提示できるようにすると。
販売会社の下取り費用をメーカーが補填する取り組みは過去にレクサス車で実施したことはあるが、トヨタブランド車では初めてと、新型車の供給が追いつけない中、人気車種の仕入れを支援し、販売機会の損失を防ぐ考えだということですね。新型アルファードの発売に合わせ下取り支援を導入する対象は2015年発売のアルファードベルファイア30型と、販売会社の事業規模に応じて補填総額の上限を定め、1台あたり最大25万円を補填すると。補助額は中古車専業店などの買取額とトヨタの一般的な下取り査定額との差額を元に計算すると。全国一律ではなく、販社ごとの求めに応じて制度を適用する方針だと。ちょっと飛ばしまして、東日本にある系列販社の営業責任者は、個体にもよるが大手の中古車店との査定額の差は40万円から50万円ある場合もあると。販売会社の負担も増えるが、メーカーの支援はありがたいと話したと。受注残がなかなか解消しない中、トヨタはアルファードベルファイアでの成果を踏まえ、他車種へ適用も検討する考えだと。残価設定ローンの利用率も高め、新車販売を中古車小売につなげる取り組みも進めるが、下取り台数も増やし、反社による中古車販売事業の強化に役立ててもらうという記事ですね。まあ、確かにいつもね、腕足方式の一括査定必勝法というのをね、私やってですね、私がどうしてこんなに高回転で、車を売り買いできるかという秘密はですね、腕足方式の買取必勝法というのをやっていて、まあ、ディーラーの査定額って大体安いんですよ。なので、買取店に、一括査定で出すと、まあ、ナビクルとかね、モータとかに出すというのが今まで腕足方式の一括査定で、そしてね、アポを同じ時間に入れてね、一斉ので、買取店の人に名刺の裏に、金額を書いて出してもらうというのが腕足方式の必勝法ということで、まとめさせていただいていますが、最近はね、カババもそのやり方、腕足方式必勝法の中に含めてまとめていますので、下の概要欄トップコメント固定で腕足方式のやり方まとめていますので、チェックしていただければと思いますが、まあ、大体ディーラーの下取り査定より数十万円得するということが多かったんですね。だそれに対する、まあ、トヨタ側の、まあ、対策ということで25万円補填するということなんですが、果たして25万円で足りるのかなという気はしてますけどね。アルベルではもっと、下手すると100万円、ディーラーの下取りよりも高く買ってもらったっていうね、コメントとかもいただいてますし、私も実際にレクサスとかでは、ディーラーの査定よりも100万円以上の、買取店での値段がついたことも多々ありますんで、25万円ぐらいだと本当に焼け石に水な可能性もありますけど、まあ、それでもね、ディーラーに下取り入れる場合にはですね、少しはプラスになるんじゃないかということで、販売店側としてはね、嬉しい施策だと思いますが、まあ、合わせてどっちにしろ一括査定でもう査定しておいた方がいいんじゃないかなと思うのは私の試験ですけれどもね、皆さんどうお考えでしょうか。まあ、最近ではね、一括査定とかやって査定後にね、減額を要求してくるっていうね、ちょっとひどい業者もあるということなんですが、そういうね、悪徳業者というかですね、ひどい仕打ちをしてくる業者に対する対処法みたいなものも腕足方式一括査定のページにまとめていますので、ぜひねチェックしていただければと思います。これでやれば談合も防げるし、減額も防げるというようなやり方書いてますんでね、ぜひチェックしてみてください。続いての記事ですね、毎月やってますけれども、今月もランキング見ていきましょう。2023年5月の新車販売ランキング、 NBOX 9ヶ月連続首位、1月6月トップも濃厚と。登録者2位はプリウスという記事ですね。2023年5月の社名別新車販売台数の総合首位はホンダの NBOX だったと。供給制約が目立った前年同月の反動増により、上位車種は全体的に大幅増が目立ったと。でちょっと飛ばしまして、1月から5月まで首位が NBOX、 2位がヤリスという構図が続くと。両車種の5月までの累計販売はそれぞれ 96,208 台、前年同期比 8.3% 増と、 79,711 台、同 16.4% 増と、 NBOX がヤリスを 16,000 台ほど上回っており、上期はこのまま首位で逃げ切る公算が高いと。ただ登録者では上位10車種のうち9車種がトヨタ車だったと。どうしちゃったの他のメーカー。トヨタは前年同月 2,3 倍の車種が目立つ中、新車効果で 4.7 倍を記録したプリウスが45ヶ月ぶりの2位に食い込んだと。まあ私も買ってますけど、プリウス好調なんですね。 K ではダイハツタントが販売台数を前年同月比 2.6 倍に伸ばしたと。まあタントもね、マイナーチェンジしてますからね。で一方、スズキスペーシアは22年11月以来の前年割れに転じたと。スズキは5日から7日にかけて半導体
などの部品不足を理由に同社を製造する、工場の稼働を停止しており、6月の、販売台数にも影響しそうだと。 EV では、日産サクラが2773台、前月比 17% 増で首位と。2位は同アリアで、1296台、同 17.6% 増だったという記事ですが、細かい内訳もチェックしていきましょう。2023年5月の社名別販売台数1位ヤリス、まあ、これヤリスクロス、ヤリス GR ヤリス含まれる数字ですからね、半分が多分ヤリスクロスだと思います。でプリウスが2位に来てると。前年対比 376.2% ということで、バカ売れというか、むしろ去年が売れてなかったんだなという印象ですね。プリウスといえばね、売れてる車種という印象でしたが、最近はもっとコンパクトなハイブリッドカーにその座を奪われてましたけど、まあ面目躍如というところで、3位がシエンタ、好調ですね。シエンタ街でもよく見るようになりました。私もおすすめの1台。そして4位がカローラ、これは前年割れしてますけれども8700台ということで4位と、まあ、個人的にはカローラめちゃくちゃ推してます。あの2022年の秋に大幅商品改良されてますんで、プロアクティブドライビングアシストとかね、クラウン同様の 12.3 インチの液晶メーター採用したりとか、もう一部プリウスより全然いいんじゃないのって思うぐらいの商品力になってるんで、気になる方はねチェックしてみてください。そしてノア、ボクシー、やっぱノアの方がボクシーよりちょっとだけ売れてますね。でセレナ、あセレナがね、 e パワーがそろそろ納車が始まってる影響もあってか、徐々に追いついてきてると。でルーミー、これはまあちょっとマイナスですけれども入ってると。そしてアクアハリアということで、ここまで、10位ですけれども、セレナが入ってるだけでそれ以外はトヨタ車と、恐ろしいな。しかもハリア、なんかちょっと最近復調してますよね。もうモデルも3年目に入って、まあマイチェンとかがねそろそろあってもおかしくない時期ですが、まだマイチェンはしないんですかね。そしてフリード、これもねモデル末期も末期なのに引っ張りますよね。そして売れてると。でノート、ライズ、ランドクルーザー W とありますが、これまあプラドも含める数字ですけども、まあ14位にランクルがいるっていうのもなんかすごい世界ですね。でソリオより売れてるんですからね、ランクルがどうなっとんねんと。でクラウンが16台、おお 298% で3000台売れてると。個人的にはクラウンも押してます。でベゼル、ベゼルもなんかもう受注停止しちゃってるみたいですね。でフィット、あフィットよりベゼルのが売れてんだ。フィットももうちょい頑張ってほしい。 NX350H が19位に入ってる、すごい。っていうか250とか 450H とか350足したらもっと上位いくでしょ。下手したら10位以内とか入るんじゃないの。これなんで分けてんだろうって毎回思いますけどね。でジムニーワゴン、エクストレイル、あエクストレイルもね受注1回再開したみたいですけど、また止まったっていう話もありますからね、頑張ってほしい。パッソ、ラブ4、スイフト、 CX5、ここでマツダが一番、上位に入っているのが CX5 の25位で1900台と。で、作態超えてますね。で、ステップワゴン。ステップワゴンだいぶ溝を開けられちゃってますね。ちょっと生産が追いついてないみたいですね。で、インプレッサー。これはフルモデルチェンジした後のモデルだと思いますけれども、まあ、作態割れしちゃってるというところですね。まあ、これからでしょうね、本格的な納車は。で、ZR-V。初めて来ましたね。私のも納車されました。ZR-V がランクインと。で、アルファード、これもモデル末期でしょうに、まだ入ってると。で、マツダ2が入ったと。まあ、最近ね、フェイスリフト行いましたよね。その影響もあってか、作態超えと。で、CX30、392% ということで、好調ですね。これも、ナビのサイズが大きくなったりとかしてね、地道に改良してますからね。で、アリア、EV が入りました。CX8、1045%。なんか数字おかしいですか？去年がなんかの事情で作られてなかったんですかね。個人的には CX8 今むちゃくちゃ推してますね。言葉を選ばずに言うんであれば CX60 より CX8 の方が推してるという感じがあります。で UX250H、 へえ売れてるんだ。これも250と分けてるのが謎ですけどね、一緒にしたらもうちょいねランクアップしそうですよね。デリカ D5 が35位と、これも作態超えと。これも化け物ですね。でレボーグ、あ作態超えしてますが、それでも仙台と。で86、ロッキー、キックス、キックスとかもねマイチェンしてるんでもうちょい売れてもいいと思うんですがね。まあちょっと価格感となんかエクストレイルとオーラに挟まれてどっちかに流れてしまうという感じなんでしょうか。で CX60 が897台、なんか急に売れなくなってきてますねなんかおかしいな。 25S とかクロス D とかがそろそろ納車が始まってる頃だと思いますが。でフォレスター、
RX500H が入ってんだ。へえ、42,889台と。で、カムリ。これもね、まだ売れてるんですね。CHR、エクリプスクロス、クロスビー、アウトランダー。もうちょっと頑張ってほしいですね。ハイエースワゴン、CX3、トール、レガシーと。アウトバックもいい車なんですけどね。そして NBOX が、軽自動車では1位と、作態超え。タントが 165% で、大躍進していると。で、ムーブもこれ、ムーブキャンバスも含まれる数字ですが、頑張っていると。で、スペーシアがちょっとブレーキがかかっていると。で、ワゴン R、アルト、ハスラー、ミラ、タフト、ルークス。ルークスもね、個人的にはめちゃくちゃ推してるんですけどね。デリカミニはまだ入ってきてないですね。あ、入ってるわ。入ってますね。ちょっと後で見ていきましょう。で、ジムニー、サクラ、デリカミニ EK。 本当にこれでも5月の登録だから、まあ私6月入ってからの納車でしたけど、まあでも一部は納車されてるってことですかね。これデリカミニと EK はもう一緒になっちゃったんですね。まあ EK ワゴンと、要は EK クロススペースっていうのがね、マイチェンしてデリカミニに名前が変わったんで、まあ今後はこれ一緒になっていくんでしょうね。あとデイズ、エヌマゴンというランキングでした。いや、なかなか今月のランキングは面白かったんじゃないでしょうか。またね、来月も6月のランキングをお届けしたいと思いますので、こういうね、ニュース系の記事もいいねと、ニュース系の動画もいいねと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。また来月もね、こういったランキング気になる記事もレポートしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。他にもね、日刊自動車新聞さんの電子版には気になる自動車業界のニュースがラインナップされてますので、気になる人はチェックしてみてください。下の概要欄からね、日刊自動車新聞電子版のリンク貼っておきますんでね。来月もまた管理人目線で気になる自動車業界のニュースをピックアップしますので、自動車業界のトレンドも分かりますんでね、ぜひチャンネル登録、ベルのマークをオンにしておいていただけると見逃しもありませんからね。それでは次回のワンソクチューブもお楽しみに。